まずは、なぜ VC60 が、湯の山線に入ってきたのか、説明しよう。1253系、1260F、VC60 は、新型軌道減速装置を搭載し、標準キロ線の線路を減速することができるのだ。今、名古屋線にこの装置があるのはこの編成だけなので、3両編成で走る湯の山線や鈴鹿線にもこの編成が優先するのだ。この編成は、VVVF インバータ付きだし、さらに行き先表示がフルカラー LED だから、違和感、マシマシ、だね。後編では、VC60 が実際に湯の山線内を走行しているシーンをご覧いただこう。